コ戸ト川は、埼玉県和光市及び、朝霞市を流れる一級河川。荒川水系で新河岸側の支流である。陸上自衛隊朝霞駐屯地の埼玉県朝霞市から、和光市にまたがる七つ釜の湧水を水源とし、埼玉県和光市、本町の県道109号線の北側から地上に姿を現す。すぐに東京メトロ、和光建築の一部を暗挙にて通過してから、 再び地上を東京メトロ和光建築の敷地に沿うように流れ、東部東上線を越えて和光市にいくらを流れて、支流の谷中川と合流し、浅霞市下内紛で新河岸側へ合流する。上流は両岸が高く谷底を流れるような景観となっており、水流も速い。谷中川と合流する中流から下流はほぼ平坦な地形で、川の流れも緩やかになる。 岸辺はほぼ全域で高さのある、コンクリート護岸となっているほか、フェンスなどで立ち入りを制限されている。埼玉県の水辺再生100プラン事業の下、支流の谷中川との合流部より、下流赤池橋までの区間で、護岸を整備し、親しみやすい川へ向けた整備が行われた。また、赤池橋より下流が、越戸川赤池浸水公園として整備されている。周辺の新河市川、 谷中川、白子川とともに洪水指定河川に指定されている。2001年9月に新河岸側への合流点付近で洪水が発生した。高度経済成長期には周辺部の宅地化が進行したことにより生活排水が流入し水質が非常に悪化したが、周辺部の下水道網の整備が進んだことや、もともと湧水が多いことなどから近年は、 水質が大幅に改善されており、近年では、アユの素状も確認されている。しかし、ほとんど全域で、コンクリート護岸となっており、自然の浄化作用は期待できない。また、多くのゴミが投棄されているほか、川底から多くのメタンガスの噴出が見られるなど、必ずしも清流に戻ったわけではない。東川流域の湧水の一つ、京清水や中川と、 コシト川の合流点コシド川と新河岸川の合流点は講師の調査によりアユ、コイ、マハゼ、メダカ、カダヤシ、ボラ、ギンブナ、ヌマチチブなどの生息が確認されている。また、ミシシッピ赤ミミガメも多数生息している。また、京清水の湧水付近に純絶滅危惧種の茶色川モズクが生息している。ありがとうございます。